その夕夜浄土って場所、本当に滅んじゃったの？もう一回作られたりもしない？凡人よ、その誠意と思いやりに感動を受けたわ。教えてあげる。夕夜浄土は不滅であり、いつか再び世に現れるの。本当に？じゃあどうやったら故郷は元通りになるの？クレイに教えて。お願いお願い。偽りなき真心を持って聞くならばいいでしょう。静寂の楽土と無類の警護を、そして時間と風を我に与えし時、世界は蘇らん。その時の芝居はいいから要点を言えよ。簡潔に言えば、夕夜浄土を蘇らせるための大聖地にと、クレイはある島を譲ってくれたんです。